パーコレーションとは、コーヒーの抽出器のパーコレーターのようにガソリンが気化して噴き出す現象。元は自動車用語でガソリンがキャブレターに到達するまでに気化し、燃料パイプ内に気泡を生ずること。キャブレター内に燃料が染み出したり、ガソリンが気泡を生じているので密度が減少して所要量を満たさずエンジンが停止するなどの不具合を生じることがある。 エンジンが冷えるまで症状は回復しない。燃料噴射装置を採用している車両では燃料供給装置内が加圧されているので起こりにくい。ブレー,ーキ液のベーパーロック現象とは似て非なるものであるが日本でも古くはベーパーロック現象と呼んでいたりアメリカではパーコレーションのことをベーパーロックと呼ぶ人もいるため間違いとまでは言いにくい。また数理工学の分野において ランダム系を統計的に考察するパーコレーション理論が注目されている。物性物理学、統計力学においては、ランダム系における電気伝導や、スピングラス等における秩序の拡散などの現象を記述する理論であり、その応用として画像処理等が考えられる。パーコレーション望状組織といった用語も存在する。ありがとうございます。